東北学院中学校、高等学校は、宮城県仙台市宮城野区、小鶴寺荒野にある私立中学校、高等学校。通称は、学院、DG。キリスト教系の学校である。学校法人東北学院によって設置され、東北学院大学の系列校である。2005年4月、老朽化が進んだ、一番長校舎から、宮城野区。 コズルの信仰者に移転し、現在に至る。宮城県内で唯一残っていた男子校だったが2022年4月から男女教学となることが決定している。ミッションスクールとしてキリスト教による全人教育を行っている。学校の標語は第2代委員長 D.B. シュネーダーが聖書より引用し、制定したライフライトラブ。また、 地の死を世の光として社会に貢献する人であれ、との人格教育を行っている。前身の仙台神学校の創立以来、毎朝の礼拝がある。現在のキャンパスの一角には2000人を収容できる礼拝堂があり、賛美歌、聖書朗読などからなる礼拝の場となっている。年間の行事として、イースター、創立記念、ペンテコステ、クリスマスなどで礼拝がある。 中学校入学者は地元の富裕層や祖父代からの東北学院出身者の指定が入学することが多い。高等学校は中学校内部進学者と高校受験による新規入学者の比率が半々である。特待生制度、準特待生制度があり、通年の定期試験の成績で3位以内でかつ、平均点が90点以上のものは特待生とされ、学費が 全額免除される。さらに、平均点85点以上のものも、純特体制とされ、図書券が申請される。また、卒業生の総代は進学クラスの最優秀生徒が、選ばれる観光となっている。その他、アメリカ・オレゴン州方面の海外研修制度も用意、されている。以前は50名の定員に60名を超える希望者があり、 選抜テストを行って参加者を決めていたが、ここ10年以上は参加者が激減し、在校中に複数回参加できるよう規定を、改めても毎年12から15名の参加者にとどまっている。なお、現在は、海外研修の場所が、東海岸のボストンへと変更され、研修内容も大幅に変わった。また、中学生に限り、ニュージーランドへ、 交換留学する制度も新設された。かつての校舎は仙台市都心部の一番町に位置し、仙台駅より徒歩10分と交通支弁であったが、都市計画により用地を指導へ教室したため、敷地面積は狭かった。そこで2005年4月に宮城野区小鶴にキャンパスを移転した。なお、跡地は後に仙台トラストシティとして再開発された。 現在の校舎は、東京ドーム約2個分の敷地面積に、冷暖房完備の校舎、礼拝堂、屋内練習場付きの野球場、人工芝のサッカー場、全天候型陸上競技、トラック、テニスコートなどがある。一方で交通に関しては、仙台駅から仙石線で約10分の小鶴新殿駅から、さらに徒歩10分ほどの距離となった。 宮城県内で最後まで残っていた男子校だったが少子化により生徒数の確保が難しくなり定員割れが続いたことから2020年10月22日の理事会で2022年4月から男女共学に移行することが決定された詰め入りの学ランが制服だったが制服についても2021年春から廃止となるここでは 上記のコース制を導入する前の旧コース制について説明する。1993年度まで高校1年生のクラスは中学からの内部進学者、高校からの入学者を混合したクラスであったが、1994年度以降、高1のクラスは中学からの内部進学者と高校からの入学者を分けてクラス編成にするようになった。しかし、これは、 高校からの入学者を中学内部進学者に追いつかせたり、6年一貫のカリキュラムに合わせるための区別ではない。高1では自然学級であるが、高2で分愛コース、分通コース、理コースにそれぞれの進学目標や成績によってクラスが分けられる。高3では文系クラスは変わらないが、理コースが理愛、理通に分かれる。 高2以降の推薦クラスと受験クラスでは当然、教育内容が異なる。高2以降は、中学内部進学者、高校からの入学者で混合クラスとなり、両者の違いで区別されたクラス編成とはならない。東京都の国立、私立中高一貫校のように、6年で学ぶ内容を5年で終わらせ、残り1年を受験勉強や進路選択の考慮などに充てるといった。 教育カリキュラムの中高一貫校ではなく、むしろ中学、高校の教育は、一般の公立中学、高校と同じように独立に近い。教育カリキュラムの実態は6年一貫ではなく、そのため、高校からの入学者を、事故の6年一貫の教育内容に追いつかせたり、合わせたりするための特別な教育カリキュラムは、必要なく、そのようなカリキュラムは存在しない。 本校の中高一貫の実態は、教育内容が6年に一貫ということではなく、内部進学者は高校への入学試験がなく、エスカレーター式進学ができるため、中学、高校を同じ学校で学ぶことができるといった程度である。高一段階での中学内部進学者と、高校からの入学者のクラス編成の区別は、別目的であり、教育内容が、 中学内部進学者クラスと高校からの入学者のクラスで異なるわけではない。なお、進学せずに就職する生徒は無に等しい。中学校の志願者減少に対処指定員を確保するため、2015年度から入試科目を現在の4教科から2教科に減らすことになっている。分一リーチコースのものは系列の東北学院大学への進学が主となるが、 成績優秀者は、首都圏の次第などへの指定校推薦での入学も可能である。文次・理にコースの進学実績は、国公立大に関しては100人程度、旧帝大である、東北大には平均11人程度進学する。しかし、東大、京大、旧帝大レベルへの進学者は、ほんの一握りであり、本校の卒業生のうち7割以上のものは、会。 中堅大学へ進学する。1990年代中頃には、東北大学に、現役、老人合わせて45名台の合格者を輩出したこともあったが、2015年3月の東北大学、合格者は9名にまで減少している。また、受験指導としての主力として、放課後または朝に受験科目の演習を行う、講習が設置されている。部活動は、 所属自由である。文化部と運動部があり、各一つずつ兼務することが可能である。ありがとうございます。